こんにちは。10月25日、今日はお昼からのスピリチュアルテレビです。国際ヒーリング看護協会の田中がお送りします。今日のゲストは、瞑想家、ヒーラーとして活動されてます、マリア・レイ先生です。先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、マリア・レイです。先生とは、ホリスティックに目覚めるときというホリスティックヘルス塾の基礎講座で、講師をしていただいて初めてお会いしました。はい、それですね。はい、それですね、これですね。で、その後にちょっとお友達の林田さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方と一緒にまた先生のところにお邪魔になりに行きました。はい、またお話を聞かせていただいて、で、今日に至るんですけども、本当に初めてお会いした時からすごい素敵な先生だなと思って、で、お話ししに行ったらやっぱり素敵な先生だなって、その講座の時はそんなにたくさんお話しできなかったので、改めて行った時に改めてまた先生ってすごく魅力的で素敵だなと思ったので、ぜひ皆さんに、先生のこと知っていただきたいなっていうのと、私自身がちょっと12月3日にこの基礎講座のことをまたさせていただくっていうことで、またそれに関しても先生からいろいろお聞きできたらなと思って、今日お願いしました。はい、そしたら私がうっかりと日にちを間違えてお伝えしていたもんで、今日は本当は昨日の20時からだったんですけども、急遽今日の12時からになりました。で、それで8時からとまた思ってくれてた方は見れなくてもちょっと録画で見れますし、で、今日ね、時間が変わったことで逆に見れるようになった方もいらっしゃるかと思うんですけども、私の枠の講座の方、このスピリチュアルテレビは毎週火曜日の夜の8時からになっていますので、また見れるときに見ていただいたら嬉しいなと思います。で、先生に今日はちょっと先生がもともとバリバリのキャリアウーマンされていたっていうことで、そこからまたヒーラーの方になられたっていうことで、とても面白いなと思ったんですけども、このね、経過の方がどういった感じで先生は今の瞑想家ヒーラーっていう風になっていったのかっていうところとか、ちょっとお聞かせいただけたらなと思うんですけども。来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、なるみさん、これ教えられるようになってインストラクターに合格おめでとうございます。ありがとうございます。今のミノの方でのなるみさんは泉の方ですよね。はい、大阪の橋、北と南ですけれども、ぜひホリスティックな活動をね、多くの人に広めていくのを一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます。私のね、そのキャリアなんですけれども、私は大学を卒業して、それで31年間一部上場に勤めてたんですね。で、それで上級職をやっていたんですけれども、いろんなことがあって、で、それで辞めて今の仕事に導かれていったんですね。で、それっていうのは自分でこの仕事をしようって思ったことは多分なかったような記憶なんです。で、それで私が一生懸命仕事をしている時に 1.17 が起こって、ちょうど神戸 のプロジェクトにも入っていた時だったんですね。で、その日の朝ちゃんと電車が全然動かない中、歩いて会社まで出勤をして、誰も来ていないところにですね、歩いて出勤できたメンバー3人で広い事務所の思いをしてたんですね。で、その時に多分こんなすごい震災っていうのも二度と起こらないだろうと思ったと自分では思うんですね。で、それからだいぶ経って、今度ニューヨークの 9.11 があった時に、ちょうど私スーツケース、旅行のですね、用品のプロジェクトに入ってたんですね。で、それで朝日新聞の夕刊の第一面に広告が載りますっていう、その前の日に9.11 があったんです。で、それで急遽差し替えないといけないとかですね、わーってなったり、それからあとちょうどニューヨークからのお客様をその 9.12 ですね、次の日に接客をしてお話をしてプロジェクトを詰めていくっていう段階だったんです。それで 9.11 の時にも、あ、こんなことが起こるんだと思ってすごくびっくりしたんですね。で、そして私が一番会社の中でやりたかったプロジェクトがやっと完成をして、で、そしてオープンしたのが3月3日のおひな様の日だったんですね。で、その後もうずっと休みが働いてきていて、で、それでやっとこう休みを取った日が
3.11 の日だったんです。でそれで私はこれは 3.11 の時にはさすがに一体これは 何が自分の人生に起こるんだろうと思って、でそして私は何ができるのかなってすごく思ったんですよ。でその時ちょうど数年前から母が脳梗塞で一生懸命リハビリをしている姿を見ていたり、母と2人で暮らしているので、ね、だからなるべく健康で長生きしてほしいなと思い、そして私自身も仕事を一生懸命バリバリとやっていく中でね、いろんなご家庭の方にお会いしたんですね。でその中で奥様がすごく明るくてね、何があってもどんな大変な時にもなんとか解決策を考えてすごく明るい奥様がいらっしゃるご家庭っていうのはものすごく素敵なご家庭が多かったんです。でそのご主人もすごく一生懸命働けるし、子どもたちも伸び伸びと、いろんなことがあるけれども伸び伸びとやっているし、だからその社会の一番ちっちゃな単位である家庭の中にいるお母さん、奥さん、そして独身であったとしても女性がキラキラと自分のパートナーということができていれば、とっても素敵な社会になるんじゃないかなってその時に思ったんですね。で、1の後ちょっと気持ちがだいぶ落ち込んだので、ハワイ島に行ってみたらっていうおすすめがあって、ハワイ島に行ったわけなんです。で、ハワイ島に2日間お休みをいただいて、もう本当にホテル のビーチでずっと海をぼーっと見つめていて、でその時多分この仕事に導かれる最初のこの線路にですね、自分がスイッチオンしたんだなっていうふうに感じた。だから今私は瞑想したり、あとヒーラーですね、癒して癒し人というふうなことをですねしていくっていうのが、その後めくるめくいろんなことのお出会いがわーってあって、気がついたら会社に辞表を出し、そして今っていう感じです。でも会社にもありがたいことに辞表を出した時にもちょっと頭の中が混乱してるんだと思うから、ヒーリングでね、お仕事はどれぐらい食べていけるかっていうのは想像もつかないけれども、多分今よりは少ないと思うから思い切った方がいいよって言ってくださいまして、で会社の方でね1年ぐらいお引き止めをいただいたっていうことがあったんですけれども、やっぱり1年経って自分の体にもものすごくいろんな不調がわーっと出てきていて、もうなんかそれで入院したけれど原因がわからない、顔もバンバンに腫れてこの顔っていう感じだったんですね。でそれで思い切って会社を辞めるということで母にも話して、母も心配しましたけれど、あなたがどこまでもそこまで思うんだったらっていうふうに言ってくれて、で会社を辞めた驚くべきことに次の日に顔の腫れも引いたし、お腹がすごく痛かったのもそれから一回も起こってないんですね。なのでこれはやっぱり辞めてこの今の仕事に行くっていうのが一つの私のね道だったのかなって、そういうふうに思っています。ちょっと長くなったけどそんな感じですよ、ななみさん。はい、ありがとうございます。本当に今のお話の中からもちょっと導かれたんやなっていうのがすごく、うん、分かったんですけども、やっぱりなんていうとちょっとなんかね大げさですし、スピリチュアル的な言い方ですけれどね、うん、なんか自分の人生の前半を閉じて後半を新しく始めていくっていうね、そういう感じだったと思うんです。だから女性がいくつになっても自分がやりたいことをやり始めることができるっていうふうにね、私はすごく強く自分で実感しています。あ、そうですよね。でそういうのもあって、まあ、先生のところに集まられる方はなんかそういうお仕事を持たれている方とか結構多いっていうことなんですけども、その辺はどうなんですか？ですね、私は一応このサロンを自宅で今やっていますので、女性の方を自分は癒したい、そして女性の方のハートがキラキラするようになりたいっていうことで女性専科っていうふうにお願いしているんですね。でやっぱり私のブログを見たりホームページを読んだり、そしてメールレターを読んだりしてくださる方の中で共感する方がお越しになると思うんですね。私がずっと大学を出た後31年一部上場で働いていたこと、でそして母が脳梗塞で倒れて一緒に暮らしていること、でそしてまた今の仕事になってですね、さらに自分の人生を自由に平和に愛に満ちたものにですねすることができたこと、でこれからもそうしていくだろうっていうのを見て、そこに共感する方がお見えになるんですね。なのでやっぱり子育て中の悩みを持たれる方には子育てのご経験のあるヒーラーさんがとてもその感情がわかると思いますし、でそして働いている人、働いたことがない、あるいは大きな会社とか大きな組織とかね、そういうところで働いたことがないっていう方にはね、やっぱり想像でしかないと思うんですね。私も自分が働いていたスケールのいろんなことの中でお出会いした
5万人ぐらいの、ね、ご家庭の方とかもすごくいっぱいお出会いしたんですね。そのいろんな方の中で、あ、私はいろんな方を見てきたな、お話を聞く中でなんとなくこう分かる部分があるんじゃないかなと思うんです。だから私は必ず分かる、必ずお話ができる、必ず共感していただける、そういった方がね、私を選んで見つけて来てくださる、そういう感じだった。だから私の先生がおっしゃったのは、ヒーラーってたくさん言いますけれども、全部の方を癒そうと思わなくていいんですよっておっしゃったんですね。必ず自分が解決できる、自分とご縁のある方がちゃんと見つけて探して、そして来てくださいますからねっておっしゃったんです。なんで私はそのことをすごく心の中に置いていて、自分がヒーラーとしてどんなふうな人生を、女性としてどんなふうな人生、日本人としてどんなふうな人生、一生懸命歩いていることで、それを見て共感してくださる方がね、きっと見つけてお越しになってくださるのかなって思ってるんですね。だからもしかしたら七海さんもその中の一人だったのかもしれないなって思っていまして、七海さんとのご縁もね、すごくありがたいなと思っています。ありがとうございます。先生にいただいたプロフィールの中で、企業を2年間でね、延べ1000名の方をセッションとかされてるっていう部分があったんですけども、林田さんもそうなんですけども、やっぱり起業して、そこでうまくどうやったら行くんだろうっていうのが不安で、一歩足をこう進めていけない方もいらっしゃると思うんですよ。それで先生はそうやってすぐセッション2年間で1000名の方もお出会いしてできたっていうことは、何かご先生の中でこれが良かったんじゃないかなっていうようなこととかありましたら教えていただけたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。私は今起業4年目、ちょうどマリアレイヒーリングリゾートアカデミーが3周年になったんですね。で、最初の1年目2年目っていうのをですね、どういうふうに過ごすかっていろいろ考えたんです。で、最初のうちにはその1000人って書いている、その最初のうちにはですね、無料の遠隔のヒーリングっていうのもたくさんさせていただいたんですね。だから最初の半年間っていうのはずっと無料の遠隔ヒーリングっていうのをですね、繰り返し繰り返しさせていただいたんです。そしてたくさんお申し込み、無料ですのでね、たくさんお申し込みを賜りまして、でそしてメッセージを書いて、でそのメッセージに対してまたいろんなご感想をね、くださる方がお見えになったんですね。でそういうふうにしながら、自分がお送りしている遠隔のヒーリングがどんな風に感じられたのか、あるいはどんなタイミングで私のヒーリングに申し込みを賜ったのか、でそしてヒーリングを受けて分からなかったけれど、なんとなくマリアさんの書くそのメールのね、メッセージでなんとなく癒された、あるいは勇気が出た、あるいはその元気になったって書いてくださる方があったので、でそれが私は起業して半年目、7ヶ月目からですね、本格的に活動で、ね、していこうって思ったわけなんですね。だから自分がお役に立つのか立たないのかっていうのは、これは分からないですよね。だから普通はですね、どうするかっていうと、副業が今ね、難しいけれども、でも厚労省の方で副業っていうのもね、許可していこうっていう大きな流れも、時代の流れも来ていますのでね、あるいはただね、大きな、私が勤めていたような大きな会社、あるいは公務員の方、あるいはその公的なお仕事にお付きの方はね、やっぱり就業規則に副業はダメですってもともと書いてある、私の会社も書いてありました。なので私は自分の次のステップに行こうと思った時に、私がね、皆さんにお勧めしているのは、仕事をしながら無料で、あるいは少しお金をもらって、あるいはちょっとちっちゃなイベントに出て試していって、自分はどんな力があって、誰に癒すことができて、誰が自分を見つけてくれるのか、そしてお客様の価値がある程度になったら副業されるといいなって思ってるんですね。もう大きな会社でしたし、就業規則にね、副業はダメってはっきり書いてあったので、でそれでもう次一生懸命、もう私は割と一生懸命やりたいので、仕事も一生懸命、次の仕事に行く時に もう勝負してみたかったんですね。で思い切って辞めて、だからその時のよく私を、ね、見つけてくださる方がたくさんあったなって思って、それは自分でもとっても不思議なんですね。ブログ、アメブロしかやっていなかったんです。2年間で1000人っていう中には、無料の半年間の遠隔のヒーリングに、ね、ご応募くださった方、あと1年終わるまでは時々無料も繰り返し繰り返しやってたんです。で、入っ
ってからも対面でセッションをしたり、あとイベントでお出会いしたり、あとあの講座ですね、レムリアヒーリングとかマナカードのその講座に来てくださった方プラス遠隔のお客様の数字も入ってるわけなんですね。どんな感じなんですか、参考になりますか。はい、やっぱり最初にこういろいろ与えるっていうことプラス自分自身どういうお客様層が合ってるかとか、自分自身がどういうことで喜んでいただけるかっていうのをまずすごくそんなに半年とかかけてされたっていうのがやっぱりそういう数字につながったんだなっていうのがよくわかりました。ついこういきなりこうやってしまう、いやね、そしたら不安も出てきて余計その不安がうまくいかないことになるけども、お仕事やりつつ試しつつ、そして手応えをこうちょっとずつ感じながらこう開業とかいうところに行くと、まあ、スムーズに本当に流れていくんだなっていうふうに安心して進めていけるなっていうのをすごく感じました、はい、やっぱり先生はそうやってあの、まあ、大きなところで働かれてたのもあって、もう地に足がきっちりつきながらもそういうヒーリングとか目に見えないことをされているので、お話ししている内容もすごく多分伝わりやすいし、現実的にこう進めていけることを教えていただけるなっていうのを今すごく感じました。そうですか、ありがとうございます、うん、もう習ったことを自分の体験の中に入れて自分の中で熟成をして自分の言葉として出していくっていうのがすごく大事だと思うんですね、うん、だってあの私がお話をする言葉を理解できる方が私を見つけて、そして遠くからでもねやってきてくださるっていうのがね、とてもありがたいなって思ってるんですね、うん、だって自分でヒーラーになろうと思ってなる方からね、そのいろんなご相談も受けるんですけれども、私は気がついたらヒーラーになってたっていう感じ、うん、自分が本当にやらなくちゃいけない自分の人生のブループリントにしっかり書かれていることっていうのは、いつかあの自然と道が開かれていくんじゃないかなっていう気がしてるんですね。私はあの会社員時代にあのすごく人間関係でやっぱりね、人間関係が一番あの困るんですね。どんなところにいらっしゃっても、家族の中でも地域の中でも会社に勤められても人間関係っていうのが一番の悩みなんですね、はい、であの私はあの何でしょうね、ヒューマンデザインっていうのに出会いまして、はい、とてもあのロジカルなものなんですね。なので私はものすごくそれに興味を持って、ヒューマンデザインを3年間ぐらい、会社員サラリーマン時代ね、3年間ぐらいずっと学んでたんです。でいろんな方のチャートを出してね、生年月日と時間と生まれた場所をあの経度緯度がいるんですけれども、はい、どんどん出していって、でいろんな方とこうお話をしていく中でね、これってなんか自分の中にあるブループリント知りたいけど自分なかなかわからない、はい、でも自分が生まれた生年月日の時間でここまで詳細にわかるっていうシステムがね、あのアメリカ の, あのものなんですけれども、あるんだなって思って、でそれで面白いなと思ったのが、多分ちょっとこのスピリチュアル的なねものの中に、うん、あのずっとこうのめり込んでいくきっかけになったのかもしれないなって、うん、なるほど、そういう流れだったんですね、うん、でやったの、ハワイとすごくご縁があるみたいなんですけど、その辺はどういう感じでハワイとつながってたんですか。そうなんですよね、このハワイなんですけれども、私はマナカードっていうのをねやってるんですね。でこれがハワイとの出会いだったと思うんです。で先ほどあのハワイ島に一人で旅行に出かけたっていうことですけれども、うん、ハワイ島に旅行に行って、で1日目はですね、ハワイを反時計回りに由緒正しくぐるっと回ったんですね。でそしてヒロっていう町の本屋さんでマナカードに出会うんです。で私タロットカードはあのすごく興味があって、でそれで定年をしてゆっくり時間ができたら習おうと思って、ヨーロッパで旅をした時にもう大人買いしてきたタロットカードコレクションみたいなものがあるんですけれども、なぜかタロットカードはやり始めなかったんですね、やり始められなかったんですね、うん、なのにこの、 あのマナカードはですね、出会った瞬間可愛いなと思って、でそれでこの中の絵がですね、ちょっとこれドナさんとの契約があるので中の絵をお見せできないんですけれども、あの中の絵もハワイの神話が一個一個書いてあるんです。うーん、ご縁があってきたハワイ島で出会ったものだから、ちょっとこのマナカードを習ってみようかなと思ってマナカードアカデミーで習い始めたんですけれどもね、それと並行して私の瞑想家としての恩師である鈴木秀子先生との出会いがあるんですね。で東京の青山であの講話会というのをされていたんですけれども、ね、もうそれが
来年以降に、ね、亡くなっちゃうっていうことなんですが、その鈴木秀子先生の法話会っていうものに、サラリーマン時代、7月7日の七夕の日に休みをって言ったんですね。で、そしてそのお話は、ドクターヒューレンのほのぼのの話だったんですけれども、鈴木秀子先生に握手を最後してもらう列に並んで、そして握手をして、で、そして帰ろうと思ったら、なぜかわからないんですけど、号泣して、もうなんかいい大人がものすごく号泣して、100人ぐらい入ってらっしゃる本なんですけれども、でもそこで分かち合い会っていうものがあって、私が号泣しているのをそのままに置いといてくれて、で、輪になっていろんな分かち合いをその法話会の時に行って、で、ふっと目が合うとにっこり笑って、で、それのままね、私がトイレに行って、僕の輪になって、輪のチンチンって、また席に戻ってきて、また目が合うんですね。そしたら皆さんにっこり笑うんです。でも、どうしたのとも声をかけないし、みんな、本当は自分自身の経験があるんですね。だからすごくいい大人になって、なんだかものすごく1時間ぐらい大号泣して、自分自身が入れ替わったような感じが、新しい流れにね、この川からこっちの川へ接続したようなね、そんな感覚が実際あったっていう経験があったんですね。で、その時のお話、毎回違うお話なんですけど、その時のお話が、ほのぼのだったので、私はこの本で行われていたドクターヒューレンのほのぼののクラスにですね、合計で10回ぐらい、何回聞いても不思議すぎる話でわからないんですね。質問タイムってあるんです。はい、その時に男性の、ご年配のね、しっかりした、ちょっと小柄な男性が入って手を挙げられて、どうぞって言われた、その方が何とおっしゃったかっていうと、自分は裁判官として最高裁の裁判もね、司りました。だからいろんなことについて世の中でね、ことが分かってるつもりなんだけれども、ドクターヒューレンのおっしゃるお話がさっぱりわからない。でここに600人の人が座っていて、みんなうんうんって聞いてるけれど、みんな分かってるのかどうなのか、私がおかしいのかわからないんですっておっしゃったんですね。私はそれを聞いてすっごい共感したんです。私も一生懸命そこに座っているけれども、あんまり分かったっていう感覚はなかったんですね。ニヒキリとの会話の仕方とか、そしていろんなことをですね、日常の中で自分の人生を自分の道へ戻していって、自分の人生を歩むっていうことを教えてくださっているわけなんですけれども、それがね、はっきり分かるようになったのは8回受けた時ぐらいだったんですね。で、そして私はもう1回ほのぼのの教科書と、そして学び始めたマナーカードと思ってハワイ島に行くわけなんですね。で、なぜかというと、ドクターヒューレンはハワイ島のヒロの出身なんですね。で、そして私はこのマナーカードにハワイ島のヒロでやっぱり出会ってるんですね。なので、それって何なんだろうって思ったんですね。なので、もう一回現場100回っていうね、サラリーマン時代にずっとね、現場が大事だっていうふうに先輩から教わり、自分もそうしてきたので、自分の新しい現場となるかもしれないハワイ島にもう一回行って確かめようって思ったんですね。で、また実際にお休みをいただいてハワイ島に行きたいんですって、そっかって言って、またお休みをくださって、有給がいっぱい残ってましたしね。なので、そういう点ではバリバリだったから、言われていいよって言ってみます。で、そしてで、なんかってね、この子がね、この人とワンクールだった、ワンクールにね、ずーっと行きました。また次のだで、そうしながらマナーカードを見て、どんなカードが出るかで、自分自身のノートをどんどん、ね、つけていって、それを一時期ずっとブログにね、書いていた時期が、今もそのマナーカードのブログは時々ご訪問いただいて、あるみたいな感じなんですけどね。だから私がハワイ島に繰り返しリトリートを行うというのと、ハワイ島のエネルギーが自分の人生を変えた力があったと思って、だから私もう気が済むまで、自分自身のハートがもうこれでいいよって言ってくれるまでハワイ島にね、通っていきたいなと思って、そして行ったり来たり、起業してからもハワイ島リトリートを続けているわけなんです。実はね、9月にペレからね、もうそろそろこれでいいですよマリアさんって言われた気がするの。なので、皆さんがね、行きやすいオアフ島でね、リトリートをね、していくっていう年にしようかなって今思ってるところなんですね。ハワイ島にトランジットがあるので、やっぱりちょっとホテルもとても
高いっていうこともあるので、なかなか来づらいっておっしゃる方も時々あるので、なのでパワーにもね、あの発想で受け取りたいね、来年は来てみようかなと思っています。なるほど、ね、ぜひ一緒に行きたいですね。わかりましたね。なんか、あの、見てる方もチャットで、あの、質問等あったら、あの、できますので、よかったら参加してみてください。そして、先生のお話ですごい何回も何回も、こう、わからないと思いながらも、あの、参加、講座に参加されたりっていうところが出てくるんですけど、それってなかなかできそうでできないことじゃないかなって思うんですけど、その辺はもともとそういう感じじゃなくって、あの、その OL 自体に培ったその現場100回っていうのが生きた結果がそういう感じになってたんですか？そうかもしれないですね。でもこれはね、あの、すごくちっちゃい時からの私の、あの、魂の中の本質の部分だと思うんですね。わかる、わかるので、自分それもね、あの、教科書で、あるいは、あの、先生が、あの、黒板にね、書いてくださって、あるいは、あの、まあ、別のいろんな、今だったらね、インターネットとかいろんな方法あるでしょうけれども、当時は図書館ですよね。わからないことだったらね。それでいろいろ調べて、自分が納得する、自分が、あ、ここでこうつながるんだなって思うので、子供時代も、やっぱり読書が好きな子供だったんですね。だから、お外で、あの、が、あの、楽しく遊ぶって、いうよりも、あの、家の中に行って自分の興味のあるものを心身と、あの、大学時代もそうですね、もう夜が明けるまで心身といろいろ調べたりね、そういうふうなことが好きだったんですね。で、そして、あの、誰かに学ぶときに、誰から学ぶか、誰から何を学ぶか、人生って時間が限られているので、なので、誰から何を、どんなタイミングで、どのくらい深く学ぶかっていうのがね、とても大事だって私は思っているんですね。なので、どなたから学ぶかっていうのをずっといろいろ調べて調べて、で、お出会いのタイミングもありますし、で、そして不思議なことに、誰かが私に必要なことを教えてくださるっていうことがとてもあるんですね。私はその、あの、鈴木恵子先生の講座に、あの、行くのにも1年ぐらいかかりました。なんか怪しい集まりのような気がして、このスピリチュアルの世界っていうのがね、バリバリで働いていると、数字とか結果とか、いうのがとても大事なので、見えない世界を扱うとかね、あの、そういう心理学者でもないので、大学で心理学の博士号を取ってるわけでもないのに、そういうものを扱うっていうのはね、どうも前かしのように思えてですね、信用ならないっていうふうに思っていたんです、ずっと。だから、こっち側に来た時に、そう思ってる人の気持ちがものすごくわかるんですね。私自身がそうだったから。だから石橋を叩いて叩いて叩いて叩き回って渡らなかったぐらいなんですけれども、その、この炎のドクターヒューレンっていうのは、博士号を3つだったかな、お持ちなんですね。だから、心理学の博士号を持っていて、でそして、初めて、そのドクターヒューレンのところに行った時に、ドクターヒューレンが言ったんですね。初めて、その、この炎のクラスに行った時に、ここのクラスはおかしい、怪しい、こんなところに来た僕は何だったんだろう、大学で博士号もいくつも持ってるのに、やっぱり自分の人生に迷いがあったからだと思って、午前中のクラスだけども帰っちゃったらしいんですね。料金は全部払ってあったんです。で、それでも一週間経って、またそのクラスに戻ってみて、また帰って、また戻ってきて、繰り返して、そして自分で、この子っていうものが分かるようになったっていう話を最初にされたんですね。で、それを聞いたときに、あ、どっかで聞いた話だと思って、私も身に覚えがあるかもしれないと思って、で、そして、このドクターヒレに来てるんですね。それから鈴木秀樹先生は、精神女子大学を、あの、鈴木の方ですね、あの、カトリック出産になろうというふうに志をお立てになって、7年無言の行をされたんですね。7年間誰ともお話しないんだそうですね。それも若い時に大学を出たすぐぐらいに、もうそういうのって信じられない話ですよね。絶対鈴木先生に本当に7年間は何もお話にならなかったんですかって伺ったんです。そしたらね、本当なのとそして1週間に10分だけ自分の、あの、先生となっているシスターと小声でちっちゃい声でシュ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 って10分間だけ話す。だからそれを7分間続けたっていうことなんですね。だから、あの、私も、あの、お分かりの通りおしゃべりとかね、お話したりするのが大好きなので、7年間も歌も歌わないしおしゃべりもできないなんてもう考えられないって、でもそういった修行を
大切にされて、そして80を過ぎられてもまだ皆さんにね、瞑想を教えたり、そして人生を自分で楽しくできる方法を教えていらっしゃる先生に出会う、出会って、ああ、すごいなって思った。だから私最初は、その大学を出て博士号を持っていらっしゃって、で、そしていろんなところで教えていらっしゃる、そういうバックボーンをお持ちの方のところで習いに。で、そこから、だんだんマナーカードを学んだり、マナーカードアカデミーから、とても仲の良かった、そのユニアンヒーリングの先生。まあ、信頼している先生が、この先生いいよって言ってくださったので、そこへやっと行くっていうことになったわけなんですけれどもね。そこから、誰に習うのか。そして、大学の卒論を書くときもそうなんですけどね。一時情報にどれだけ迫れるかっていうのが大事なんですね。いろんな本を読んで、それをサマライズして、要約して、論文で仕上げるってこともできるんですが、私は大学の時にどうしたかっていうと、睡眠ですね。その、温熱生理学的なっていうことなんですけど、睡眠に入っていくときに、どんなふうに人間の体って眠気レベルの変化が起こるんだろうっていうことを、卒論で書いたわけなんです。完全に一時情報、自分が実験、お友達にね、一晩寝ていただいて、そして、いろんなセンサーをつけて、体重がどのぐらい、どの時間に減っていったかとかですね。あと、どこの体温が何時の時どうなったかとかですね。あと、音外筋にセンサーをつけているので、その、ラピダイムーブメントっていうね、夢を見ている状態の時に、レム睡眠の時に、音外筋がどうなるのかとかね。割とね、自分が集めたデータ、これは第一次情報なんです。自分が実験してきちっと集めることのできたデータに基づいて、そしていろんな文献を当たって自分の仮説を書いていくわけなんですね。自分が仮説を立てて、そして実験をしていって、いろんな文章の文献を読んで、でそれを自分でこう実験する中で、あ、こうかもしれないっていう次のステップに行って、そこを深く卒論に仕上げて提出する、するんですね。で、それもちゃんと15本ぐらいのね、卒論発表会みたいなのがありまして、それ私にとっての初めてのプレゼンテーションの場だったんですけどね。だからね、一時情報を持ってるのは誰なのかっていうことですね。一時情報を探して、その一時情報のところに行って学ぶっていうことを大切に、今までもね、多分これからもそうしていくんじゃないかなって感じですよね。で、そしてね、もう一つ、私、先生から言われたんですけどね、一時情報をこぼしてきてる方で、ヒーラーの方っていうのは、難しいことを簡単にして話すのが、割と苦手なんですよね。見えない世界とか、どんな風に説明したらみんなに伝わるのかっていうのを苦手でらっしゃるんですね。なので、マリア・レイとなった後ね、マリア・レイさんはいろんな人と出会って、いろんな方とお話をしているから、その方、にとって分かりやすい言葉、分かりやすい事例、分かりやすい例え話でね、その人が分かったって思える話のバリエーションを、ね、たくさん持っていて、マリアさんのところに来た人みんな聞きたい話が、あ、分かりました、マリアさんのところに来てやっと分かりましたっていう状態になる、できる才能が終わりですよって言ってくださったんですね。だからそれはもう自分のこの人を先生だと選んだ以上は、その先生がおっしゃることをそうなんだと思って信じる力が強いんですね。なので信じて自分の役割をよし果たしていこうと思って頑張るという感じなんですよね。なるほど。出てますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ホリスティックのこのヘルス塾と出会われたのってどういう感じなんですか？これはね、見えない世界っていうのは怪しいわけですよね。わからないから。私がサラリーマン時代に大いにそうだったから。それでホリスティック医学協会っていうのも、私のティーチャーの仲間ですね、お友達がそういうのがあるんだって最初教えてくれたんですね。そして理論的であるし、もう30年も続いている教会だから、だからマリアさんのその、本質っていうものを、きちっとしたブランドっていうものを、信頼できるもの、正統派
っていうものに合うんじゃないですかって誰かが言ってくれたんですね。私はそれをずっと覚えていて、その時トピックっていう言葉の意味も分からなかったわけなんですよ。だから調べて、もうインターネットがありましたから調べて、そしてホリスティック学協会っていうのがあるって知って行ってみたんです。そこへ行ってみて、ゲマラジだからね、そこへ行ってその講座をプンプンって聞いて、はい、もしかしたら見えない世界で怪しいと言われている、それをいやこういうふうに理論づけて理論武装することができる一つのツールになるのかもしれないなって思ったんです、うん、なのできちんとホリスティックっていうものを学びたいなと思ったんですね。でそのドアをトントンとして、実際インストラクターまで、今のインストラクターになるっていう制度ができたので、すぐにインストラクターになってお講座も始めたわけなんですけれども、このホリスティック医学協会っていうのはお医者様が多い、うん、それから鍼灸師の先生、あのそれからあと何だろうな、アロマテラピストの方とか、うん、あのプロフェッショナルの集まりの中でヒーラーっていうのはまだ新しい職業なんですね、うん、でむしろにマリアリーヒーリングとダクトに聞いてするときに、ね、ご職業なんですかってヒーラーっていうのがなかったんですね、うん、ヒーラーって もちろんありません。なので何の職業が一番近いですかって言われて、結局占いって登録になってるんですね。あ、じゃないと思ってるんですけれども、でもあのその税務署の窓口の先生とか、あと財務の税務の先生とかにとって、私がやってることをお話しすると、一番知ってるジャンルの中では占いってことになるんだなっていうことがその時分かったんです。でも私は占いはしないので私は占いはしない、自分の中に答えがあるから、その答えに気づくサポートをさせていただくっていうのが私の使命だと思っているので、あの占いじゃないんですけど、そこすごいすごいこだわりがあるんですけどって言ったんですけど、まあ、以外に適当なものが見つからないって、その時には4年前に言われたわけなんですよね。このホリスティックとの出会いっていうのは、ホリスティックっていうものが何なのかっていうことを分かることで、自分のヒーラーとしてどんな仕事をしていくのかっていうのがすごく明瞭になった、明確になったというところがあるんですね、はい、なのであのホリスティックについてね、ちょっとご説明しようと思ってボードに書いておきました。ではあでホリスティックっていうものをご存じでない方がたくさんいらっしゃると思うんですね。なので私はホリスティックというのはすごく大事なあの概念だと思っているので、簡単に触りのところだけお話したいと思っています。お願いします。お願いします。でこのホリスティックなんですけれども、ホリスティックの元々の語源はホロスという語源でしたね。七海さんはホロスっていうのは何語だったか覚えているでしょうか？ギリシャ語ですよ、ギリシャ語。そのギリシャ語でして、そのホロスから派生した言葉がいくつかあるんですね。その一つ目がホール。あの私はこのホールっていうとね、全体ということですけど、ケーキをねホールで買うとか言いますよね。一個丸っとっていうんですよね。そしてヒール、癒すっていうこと。癒すっていうのは、そのまま自分が、なんていうのかな、今ね、癒すっていうのに、ね、一番ぴったりな、ぴったりだなと思う表現が一つあって、あの男の子たちが一生懸命ゲームしてたんですね。でそしてね、その男の子の一人がね、バキュンってあの自分のあれが死んだの、アバターが。でそしたら、ヒーラーって呼んだの。で、ヒーラーっていうのが出てくるんですよ。すごいびっくりしたら、ヒーラーって人が出てきて、ヒールって言ってね、この光をババババババってね、その照射したら、その男の子のアバターが生き返ったの。すごいと思って、つまりするヒーラーっていうのは、もう自分の心っていうのが、もうなんか自分の中で死んじゃってるかもしれないっていう、それに光を当てて癒す。まさしく私がやっている体調ヒーリングそのものだったんですね。だから、ホロスから出来上がってきている、派生している言葉として、ヒール、癒すっていう言葉もあるわけなんですよね。そして、ホーリーね。あのサイレントイブってね、ホーリーナイトって、ね、聖なる夜、ホーリーっていうのはとても聖なるって意味ですよね。そしてヘルス、健康っていうことなんですね。だからホリスティックっていうのは何なのかっていうと、全体的に癒されてとても聖なるその人の健康を維持する、あるいは作り上げる、癒すっていうことになっていくわけなんですよね。だからその正しいことは、あのホリスティックに目覚めるときね、私もあの自宅でやってますが、七海さんも始めていく、これをね、1冊、3時間ですよね、丸ごと勉強すると、自分があの健康になっていくために、体だけじゃなくて、
心も大事だし、そして人は言葉で考えるので、どんなふうな考えが自分の頭の中に繰り返されるのかということも大事だし、そしてスピリットですね。自分自身が生まれてきたそのスピリット、魂というふうに言いますが、そういうものがどんな状態にあるということが本当の健康なんだろうということにトータルに気づくことができるわけなんですよね。なので私はこのホリスティックっていうものを基盤として、そしてその上に私が今やっている癒しですね、で聖地によっても聖なる癒しです。そしてちょっと今年から始めたアロマですよね、メディカルアロマっていうのは本当にヘルスの生活に直接するものだと思ってやっているわけなんですよね、このホリスティックの出会いは本当に誰かが言ってくれたマリアさんにこれが合うと思うよっていう言葉がきっかけでした。なるほど。先生、さっきメディカルアロマっていう言葉出てきたんですけど、先生とこに遊びに行った時にペパーミントをこう塗るとスッキリする、あれすごく私もハマってます。今いいですよね。本当のオーガニックのものっていうのはペパーミントもねそうですけれども、私もずっとアロマって知らなかった、本当は使ってたけども本当のアロマのことは多分知らなかったと思うんですよね。だからアロマって本当のそのセラピー等級のものっていうのは、もともとのアロマっていうのは植物ってここが嫌になったからどっかへ逃げ出そうって歩いて移動できないそこでいるしかない、だからそこでいるその自分を守るための知恵がアロマのオイルに精油になっていくわけなんですね。だからヒントが自分で自分を守る力っていうのをホリスティックに自分につけていく、でそうすると自分が癒されるということですね。だからそのペパーミントの、それでね、植物全部にそれがあるのかと思ったらそうじゃないんですよ。芳香っていうね、その油の油脂のアロマが入っている、それを葉っぱの裏側に持っている植物っていうのはそれほどたくさんないんですよ。ハーブって言われるものとか、あとソマリアにあるフランキン先生の木とかね、すごい厳しい砂漠のところに行って傷つけられても誰も助けに来てくれないような、雨も降らないようなそういうところに立っていて、自分の傷を癒すために出てくる樹皮っていうものがフランキンセンスということで、ね、とても聖なるアロマになっているんですね。ちょっと外れますけれど、私ヨーロッパに旅するのが好きだったんですね。でそれである時ヨーロッパの特にイタリアが好きだったんですね。でバチカンにクリスマスに参拝することができたんです。でその時にバチカン その北のバラ窓、南のバラ窓のところでね、大きなわーって煙を出しながらわーって揺れてるね、私クリスチャンじゃないので申し訳ありません、詳しくないんですけれど、この煙、すごい煙がこう揺れていて、このバチカン市国の世界で一番大きな教会の中で全部その香りになってたんですね。実はそれがフランキンセンスだったんですって。それから20年ぐらい経って、あれがフランキンセンスだったんだってすごくびっくりしたんですよね。なので人生って長生きすれば長生きするほど楽しいですよね。いろいろ知らなかったのが、青春時代にいた時の思い出がバッとフラッシュバックして、フランキンセンスが来たんですよ。したんで、フランキンセンスとその煙で浄化されたっていう経験があるなって、その時初めて気がついたわけです。だからね、女性でね、長生きして、健康で長生きして、いろんな経験を積んでいきましょうね。はい。ありがとうございます。あっという間に時間がだんだん差し迫ってきたんですけども、はい、なんかこれだけは伝えときたいとか、なんかお伝えしたい内容とかありましたら。そうですね。私は、さっきも言いましたけれども、女性の人が明るくて、気持ちがね、ポジティブで明るくって、そして女性のハートの中が癒されていて、愛に溢れていると、不思議なことに同じタイプの人がその方の周りに集まってくるんですね。だからこれは自分自身を整えることで、自分自身の人生が整っていくんですね。なりたい自分になっていくんですが、自分の中にしっかりとプログラミングされて生まれてきてるんです、ね。はい。なので、ぜひ、もしね、この困ったことがあったり、マリア・レインがお役に立てるようでしたら、お会いしたいなと思っています。このマリア・レインって、マリアっていうのは、聖母マリアとか観音的観音様、日本ではね、観音様のことなんですけれども、レインっていうのは実はマナカーブの、私のハワイアンネームを何にしたらいいですかって聞いたらレインが出たんですね。
もう一回レイでいいんですかってレイが出た。じゃあマリア・レイっていう名前にしますけどそれでいいですかって聞いたらまたレイが出たんです。それっていう名前にしたわけなんですけれども、ハワイアンネームなので私 の, あの名前のマリアっていうのは英語使わないんですよね。R を使うところなんですけれども、ハワイには実は R って表記がないんですね。そうなんですか。この話をするとね、また講座がね、3時間ぐらいできちゃうんですよ。なので、マリア・レイはね、L、L なんです。で、そして、レイっていうのは、ハワイでもらうレイですよ。これは、一つ一つがアロハ、愛なんです。あなたへの愛なんですね。アロハをつないで、そしてアロハが途切れることなく、ここに来てくださったあなたに感謝します。レイをかけるんですね。なので私のヒーリング、そして私がヒーラーとしてこれからやっていくお仕事そのものについてもアロハをつないで、それが途切れることなくみんなが楽しくって、そういうね、新しいファミリーのようなね、そういうものを生み出していきたいなと思っています。なるほど。で、マリアリー .com で私のホームページがあったりします。また、ご意見とかね、持ってましたら。もう、本当素敵なホームページですよね。動画とかもすごい素敵で。ありがとうございます。ハワイで撮ってきたプロモーションのね、ビデオなんかもちょっと入ってます。ねえ、すごいいいな、動画と思って。私も3月に撮ってきました。あ、そうなんですね。そうなの。ハワイに行ったら本当にね、素敵な誰も知らないって言ったらちょっと言い過ぎですけれども、あんまり観光で行かない場所、人がいない場所でエネルギーを感じられる場所へ、ね、ご案内したいなと思って、それでハワイのリトリートをねしてるんです。その中の一つでちょっと動画をね撮らせていただきます、ね。すごい。まあこれからも私がまだまだしたことがないことがいっぱいあると思うので、また先生のメルマガと、ホームページチェックしながら見せていただき行きたいと思ってるんですけども、はい、近々の何か告知とかもしありましたら、はい、ありがとうございます。近々の告知ね、全然大体お商売が大変です。考えておりませんでした。今ね、私の、吉方位っていうかね、それがちょうどね、高千穂と出雲大社と伊勢神宮の方向なんですね、なのでこの9月の終わりからですね、高千穂、そして来月が伊勢で、12月が出雲大社のその聖地から、人があまりいないね、私が大好きなエネルギースペースから遠隔でお送りする愛の観音力、観音ライトっていうね、ヒーリングがございますので、遠隔っていうのがあんまり最初わからないと思うんですね。なのでちょっとしたプレゼントですね、そういうのも郵送でプレゼントをつけながら、遠隔日本の聖地をですね、三角形のトライアングルにつなぐ遠隔ヒーリングを今計画しています。高千穂はねもう募集を始めていますので、もしよろしければね、ぜひ自分でなかなか行けないけれども、でもそこで自分の願いを奉納して、そして祝詞をあげていただいて、そこでいただいたお守りをお送りさせていただくので、もしよろしければね、もう旅好きですのでね、そういうふうに代わりに行って、代わりにっていうかエネルギー的にはね次元はないので、だから私が行ってお祈りするところで、ね、そのお祈りは必ず届くんですね。もしよろしければそのトライアングルの3ヶ月にわたる遠隔を一本一本募集をしていくと思います。はい、ありがとうございました。先生、今日は本当に、はい、突然お願いしたのにもかかわらず、こうやって時間作っていただきまして本当にありがとうございました。はい、私もななみさんとかやってお話しする機会が、ね、できてとっても嬉しいです。頑張ってくださいね。ホリスティック、はい、ましょう。はい、ありがとうございました。じゃあマリア先生気ままにスカイプの方切っていただいて大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ先生スカイプの方。ね、切り方がわからないからまたちょっとやってみて、ね、後で切ってみます。はい。じゃあ
私のちょっと告知の方をさせていただきます。はい、10月28日もうすぐなんですけども、おしゃべりカフェっていうことで兵庫医療大学の方でちょっとアロマの講座の方をさせていただきます。で、あとはの11月3日の方には戸田佳子先生の方で、また講座の方が多くいたしまして、ちょっとそちらなんですけども、戸田先生の方とはちょっとイベントの方で、ご縁いただいたんですけども、本当にお話ししてないこともなんか全部見えてるんだなっていう感じでセッションしていただいて、あ、こんなすごい先生いるんだと思って感動したので、ぜひ皆さんともこう出会っていただきたいなと思っています。以前にもスピリチュアルテレビ出ていていただいてますし、あとブログの方でも講座のことアップしているので、よかったらご覧ください。あと先ほどのホリスティックヘルス塾は12月3日の方に開催します。で、国際ヒーリング看護協会のホームページでスクールの方を見ていただいたら、申し込みの方をクリックしていただくと申し込みできますので、よかったらよろしくお願いします。今日はちょっと時間変更になりましたけども、見ていただいて本当にありがとうございます。この後ビデオでご覧いただける方々にも、本当にマリア先生がすごく素敵なので、よかったら先生に前に行っていただけたらなと思います。本当にお会いするだけで、いっぱいエネルギーとか、本当に勇気とか、前に進むこう一歩のこうきっかけになる言葉とかもいただけますので、ぜひぜひ、で、遠い方は、今日のビデオをちょっと何回も見ていただいたり、先生のホームページ、またメルマガの方もされてますので、そちらの方の、登録とかも、またご検討いただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。また、来月の第4火曜日の8時によろしくお願いします。はい、ブチさん、ありがとうございました。